もうこのピシッと、はい、で始めました。で自分はあの元き、うん、で自分は検証会からなんですけど、うん、で検証会やってた当時はまあなんだろう、まあ自分も知らないところでなんですけど、まあその自分よりちょっとなんだろう、まあなんかまあ人を見下したりとか、はい、あとはなんだろう、まあなんかちょっと言われてるカッとなって物に当たったりとかカーンって、あとはまあそうですね、あとはなんかしらちょっとあれだと、まあや、うん、まあ何か悩んでへこんだりとか、うん、うん、そうまあ知らないところですけど、うん、検証会時代の時はまあ、うん、どっちかというとやっぱなんだろう、多少ちょっと修羅系になったりとか、そういうのがありまして、うん、で、逆にその日蓮召集に入ってからは、うん、まあ、なんだ、うん、まあ、やっぱな、やっぱそういう人の、うん、こととかも考えるようにも、うん、気持ちを考えるようにもなりましたし、うん、あとは、まあ、なんだろう、まあ、何か言われても、まあ、それで、あ、わかりますよ。まあ、冷静な気持ちで、なったりとか。うん、あとは、まあ、あ、なんだろう。まあ、普段、うん、何か言えば、まあ、そんなにカチンとくるっていうことも、まあ、まあ、なんでこんなやろうとかの、そういう、あれもな、うん、なくなってきて、うん。で、うつするのも、うん。まあ、なぜか知らずですけど、まあ、今気づかないで、あ、なんか、うん、まあ、あとは、まあ、大体、そう、まあ、そんな感じですかね。はい。うん。はい。間違いない。ありがとうございます。